はい、それでは、間もなく9時から、行われますスーパーストリートファイター 2X、はい、月例大会の、エントリーをただいま受付中です。参加ご希望のプレイヤーさんは、こちらまでお願いいたします。スーパーストリートファイター 2X 月例大会、9時から開始となります。エントリー、ご希望のお客様はこちらまでお願いいたします。
はい、すいません、お待たせしました、申し訳ない。それではただいまより組み合わせ抽選やっていきたいと思います。はい、本日じゃあちょっと先に、予選ダブル入り形式で今日はやっていきたいと思います。参加人数が8人なんで、4人4人に分けて、やっていきます。でこちらの用紙を A ブロックとして、こちらの用紙を B ブロックとします。で 4-4 に分かれて最初皆さんで一先のシングルでやっていただきます。で負けたらこっち行きます。負けた人からこっち行って、まあ、ここで4人での中でとりあえず1人勝ち上がります。この人は予選抜けです。で、まあ、1位抜けですね。で今日は、2位抜けまで、行けます。で各ブロックの1位と2位を決めた上で、最後4人で決勝トーナメント、やっていきたいと思います。予選は1先、決勝は2先になりますのでよろしくお願いいたします。予選1先ですけど1回負けれるんで、言うても、で、2位まで残ればいいんで最低って感じでよろしくお願いいたします。では組み合わせ抽選やっていきたいと思います。参加費お一人様200円になりますんで、くじ引きする前に200円こっちに入れていただいて、であと、200円入れたらくじ1枚引いて番号を私に見せてください。引いた番号のとこに自分の名前入りますんで、ご確認の方お願いいたします。はい、じゃあ上から順番に、はい、ユッキー、じゃあカップの中に200円入れてください。で、くじ1枚引いてください。右から引いて番号を見せて真ん中に入れてください。6番で真ん中入れてください。はい、みのむくん、4番はい、アンドレ、はい、3、はい、4、ベンダさん、さあ8、こっち行ったね角取った領事、はい、さあ相撲取り2人目、2番、さあ分かりました、はい、ザキセン、ザキセンさん、5、はめ合いですねで、機内いいっすか、大丈夫っすか、1、マジっすか、あー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 、こんな感じで、まあ、試合進行僕が全部やってきます。皆さん迷わないよ、まあ、迷わないで大丈夫です。試合してくださいって言った時に試合していただければ何も問題ありませんので、何も心配せずに、
はい、じゃあこんな感じでやっていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。はい、それではお待たせいたしました。ただいまより仙台プレイランド FR2018 年4月度スーパーストリートファイター 2X 月例大会を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日は4人、8人による、4人に分けての予選ダブル入り身トーナメントからやっていきます。で、2位抜けまで、予選抜けとなりますんでよろしくお願いいたします。最後は4人で2先の、決勝トーナメントやっていきたいと思います。予選の試合はすべて1先とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。では最初の試合 A ブロックから全部やっていきます。 A ブロック全部やって終わったら B いきます。はい、じゃあ最初の試合機内対領事お願いします。S が出なかった。はい、お待ちください。はい、でちょっとお待ちくださいね。感じですね。はい、ではお願いいたします。1回戦最初の試合領事、エドモンド本土対、機内 S ザンギエフ。はい、予選は一先になりますんでよろしくお願いします。一発勝負で、一発勝負じゃないや、一発勝負のダブル入り身です。一発勝負のダブル入り身って おかしいですね。一試合選手のダブル入り身となります。さあ開幕まず1本取っていくのはどっちか。さあそして今日のキャラ調整ですが、ホンダ2枚、X ザンギ1人、S ザンギ1人、キャミン1位、 S ホーク1位、バルログ1位、リュウ1位、玉持ち1人しかいません。あと全部肉弾戦の、相撲とプロレスです。さあまず1本取ったのは、機内 S ザンギ。さあこの S キャラを取るというこのマニアックさ。さあしかし2本目はさあ相撲レスラーがさあ押していく、張り手が強い。さあこれで1本取り返してファイナルラウンド。さあ大事な1本。さあこの肉弾戦対応間違った瞬間に大変なことになる。さあ早出しからのスクリュー直、もう1回、しかし大一押し込んでやる、ビヨッタどうなる、おお、サバ折りからの、さあ、なんか間違った感あるからの、あー、百列引っかかって、一発勝負は怖いですね。さあ、勝ったのは、領事、エドモンド本田。すいません、ちょっと全部一人でやってるんで、ゆっくりお願いします。次の試合、アンドレ対ミノム君、じゃんけんお願い。はい、じゃあお願いします。
2 A ブロック2試合目スパイラル、まず先制取ったのはミノボくん。さあキャノンスパイクからの、さあ着地の足払い、さあダブラリを潰す、これは知っている。さあ相打ちクーリガンからの、さあめくり重なってなかった、これはおーっとゲージを使って、さあどうなる。さあ中継、これでリーチ、カチコパンで、さあ牽制しつつしゃがみ中継で刺していく。さあザンギが胴体をする、最後はしゃがみ中継。さあ残り12秒で、まずは1ラウンド目ミノモくんが選手、さあ2ラウンド目開幕フーリガン。さあしかし足払いでぼかして、さあこの立ち回りジャンプだけ入る、中継先端まで判定がしっかり。さあ差し返し差し返し、足払い差し返して、さあ対空出なかったからどうなる。中継リーチ打ったー、出なかった、勝ったのはミノボくんということで、ミノボくん勝利。じゃあ領事対ミノムでお願いします。オッケーです。はい、では 1P、領事 2P がミノムくん、これ A ブロックの、1位抜け決定戦です。勝てば、予選通過。さあ領事エドモンド本田対、2P ミノムくんキャミ、さあ勝ってさっさと予選抜けたい。割と今日デスですからね、この今日の予選。さあ頭突き入ってめくりから百裂張り手、一気に取ってきた両ジェイドモンド本田。さあまず1位抜け、1番乗りどちらになる。まずは両ジがリーチ、ズッキキャノンスパイク、チューチューと2発入れて、ズッキこれはきつい、ズッキ入って、さあ無理はしない、スパイラル、これはきつい、あーしっかり溜めていた。勝ったのは領事エドモンド本田ということで、1位抜け領事さんがまず1番乗り。はい、こうなります、ルーザーズがこうなります。次機内対アンドリお願いします。
ロスキー。さあこれはあーガードシューカテゴリーに NC 入っています。1本返します。はい、2時間切る。さて3本目、さあ2時間切溶かしてスキーで返す。アンドレタイム飛んでるからスキー、そしてまたもう1本入れるスキーを返されてしまうと、まあ、この投げ合いが残忍解決の魅力ですね。はい、じゃあミノト君対アンドレさんで2位抜け決定戦お願いします。じゃあ A ブロックは1位抜け涼次エドモンド本田、2位抜けがミノム君キャミ、以上の結果となります。おめでとうございます。はい、では地獄の B ブロック、ザクセン対ユッキーお願いします。ゆっくり決めてください、ゆっくり。OK です。では 1P ザクセン 2P がヨッキーでお願いします。さあ S ホーク対バルログこれはもうって感じですよ、寝たら死にますねどっちも寝たら死にます。先に寝たやつが悪いそんな、あ
フォークが先に寝ちゃった。しかしさあなんとかここは成功。おお知ってる。そしておおしっかりたびってるからの、わー立ち台系渋い。さあ対策がしっかりしっかりしてると見える。さあ、あーっとこれは前認識ミス。さあエスコーク、おお、そして寝てしまった。3回目はガード。ここは亀足から逃げる。そしてスカイハイクロー、うわー来てしまった。あーうますぎる。あー詐欺ってる。うまい。勝ったのはザクセンティーホークということでザクセンさん勝利。じゃあやりますか。じゃあちょっと待ってください。次の試合がベンダー対天使松屋となります。喋る人いないんで、そのままサイレントでいきましょう。誰か喋れる人いたらいない。じゃあサイレントでいきましょう。
1位抜けザクセン S フォーク、そして2位抜けがメンダエドモンドホンダとなります。おめでとうございます。では決勝トーナメント、やっていきましょう。じゃあ組み合わせから決めていきましょうか。じゃあ、今からくじ、引いてもらって、順番、1番から4番までくじ用意します。で、1番の人引いたら好きなとこ入ってく系でやっていきましょう。 K1 方式っていうんでしょうか。はい、じゃあじゃんけんして勝った人からくじ1枚ずつ取っていってください。はい、じゃあ、りょうじさん、みのむくんとザキセンさん、ベンダさん、4人手挙げて。はい、じゃあここでじゃんけん、最初はグー、じゃんけんほい。はい、じゃあ勝った人から1枚ずつ取ってってください。でこっちはこっちでじゃんけんして、番号はまだ自分だけ見て他人には見せないように。あいこでしょう。はい、あいグー、じゃんけんほい、あいこでしょう。はい、じゃあ、りょうじさんからで、みのむくんで、ベンダさんと。拒否権ないんで、これだいたい2番3番あたり、1番2番4枚引いた人はもう絶望的です。はい、じゃあ1番の人。はい、じゃあベンダさんどこですか。まあさ、こっちからやるんで、先にやるか後からやるかの違いです。3番、じゃあベンダさんここ。2番、はい、じゃあかぶせるか分かれるか。はい、避けますね。で3番がここまで、一応3番が1枚いきます、選択権。はい、3番の人。はい、じゃあどっちいきますか。4番人引いた人完全にもう運が悪い的な。たまにはこういうのも。さあ、キャラの相性もあるんで、この辺はあのお互いによく転がる時もあれば、お互いに、まあ、悪く転がる時もなきにしてもあらずというところで、あとまあプレイヤー相性もあるんで、ベンダさんとやりたい、やりたい、やりたい。はい、じゃあザキセン対ベンダ決定で、最後が、リョウジ、ミノムくんですね。さあ、なんか予選で当たんなかった。 あなた方当たりませんでした。どっちも当たってませんで、あ、でもザキセンさんとベンダさんは当たってない。はい、じゃあ、決勝トーナメントは2試合選手制となりますので、よろしくお願いいたします。2試合選手制です。あ、大丈夫ですよ、俺も終わってるんで大丈夫、もう全然 OK。 はい、じゃあ領事対ミノムくん、じゃあ席決めじゃんけんで、領事が 1P の、ミノムくん 2P ですね。ちょっとだけ待ってください、最初だけ。あ、でもベンダさんマイクやりたいのであれば俺譲りますけど大丈夫ですか。はい、では決勝トーナメントやっていきましょう。スタートボタン押して始めてください。では 1P 領事、 2P が、みのむくん。字幕がすいません、反映されてなかった。 OK、 二先です。ここから二先になります。決勝トーナメントは二先勝負。さあ、まずしかしさっきこの対戦やったんですよ。さあ、この対戦やりましたが、先ほどは一先、さあ今度は二先勝負です。さあ、頭突き、すごいところで入っていく。さあ、最後はキャノンスパイク使ったところにジャック頭突き。さあ、相撲取り、まず一本選手。さあ、当ゲーセンではエドモンド・ホンダがとても光る。エドモンド・ホンダのやり込み勢がいっぱい。さあ、しかし頭突き、キャノンスパイク、ここは百列で各半取りつつ、さあ、頭突きが入る。まず1試合取ったのは領事、エドモンド・ホンダ。さあ、領事さん、これでまず1本。さあ、
もう1回勝てば涼二さんの勝ちとなります。ラウンド1ファイト。頭突きでまずは位置が変わる。さあ股間で頭突きを潰すが、さあしっかり切り返して対空はしっかり見ている。さあフーリガンに大頭突きが刺さって危ないと思う。ずっとスパイラルアローからのめくり昇恵、空中ヒットでやり過ごす。さあフーリガン入って何が起きるか。しかし弱頭突き、さあフライングスモープレスからいろいろあってこの体力差。最後は100列。これで両ジーホンダがリーチ。開幕何かを狙ったか。さあしかし相打ちからスタート。投げと頭突きですかね。ちょっと今のは分かりづらい。さあスパイラルに弱頭突き、はい、さあそして頭突き引っかかって危ない、危ない流れ、はい、頭突き勝ったのは両次エドモンド本田ということで、両次さん勝利、決勝進出決定です。おめでとうございます。では次の試合が、ベンダ対ザキ戦。さあこれも面白くなりそうですね。はい、すいません、お待たせしました。ありがとうございます。ではでは、さあ決勝トーナメント第2試合、 1P ザキ戦 P ホ S ホーク対する 2P が、ベンダエドモンド本田。さあすでに決勝では相撲取りが待っている。そしてもう一人の相撲取りが反対側にいる。さあしかし待ち構えているのはメキシカン。さあこれは千秋楽で終わるのか、それとも異種格闘技戦になるのか。しっかりたぎっている。さあ現状リードは若干ながら S ホーク。さあしばらく切ったところにちょうど上から、コントロールライフは上昇中、無敵なのでゴーッとマイナーに入っちゃうと危ない。待ってましたと迷わず出していく。まず1本取ったのはザッケン S ホーク。さあ開幕コントロールダイブ、トマホークマスターでしたっけ、なんで勝利なんだっけ、トマホークか、ごめんなさい、トマホークです。コントロールダイブは上から1個です。さあメキシカン対空入って、これでリーチ、頭突きでここは逃げる、鬼無双、鬼無双で逃げる、頭突き入って、さあしかし炸裂、頭突き、わからないぞまだ、頭突き、リーチ、ちょっと残ってるようにも見えるので一応2ケツにいけるかというところですが、さあ飛んだところにしっかり引き、これで取り返してファイナルラウンド、はい、この何気ない組み合わせの中にも奥深いこの一発勝負、これだから X は見てて楽しい。即座のミスが即命取り、どんだけ初手大事なんだというゲームですよ。ズッキーズッキー、さあ何か押し込んだ結果、さあ徹底する相撲取り、おっおー、ドタメが間に合っている、後ろため前、
おーっとどうなるんだ、客観で相打ちからの、さすがに残り時間も考慮して飛びで勝負をかけるも対空頭突きがしっかり溜まっていた。まず1試合取ったのはベンダイドモンド本田。これでベンダさんリーチ、確率マジ緊張感やばいですね、この組み合わせ。おー、フライングスモープレス、そして大一丁やり込みを感じる。鬼無双で逃げる、2発目出るまで、2発目も出るまで無敵、あ、でも1発目も一応やられはったんですよね、確か完全ではない。さあ引っ掛けて逃げる、頭突きガードさせれば間合い外。さあしっかりしている、ベンダー本田これでリーチ。さあザキ戦も巻き返しに行きたい、スモークやれるところを見せてほしい。おお、よく合わせた、しかしうまく逃げるもしっかり押し置きしつつ立ち回りを戻していく。おーっとタイミングの問題、しかし位置が変わって相打ちからの、頭突きしっかり上を見ている、頭突き、わー、ある、ある相打ち、これは多分どっちも起きないですね。さあ首の皮一枚つながった、このラウンド全体取りたい、作戦スポーク。さあ頭突きに対して下げて待望の勝ちパターンに持っていく、下げて相打ち、しかしこの体力差ならどっこいどっこい。さあ上はガード、さあ完全な相手のミスマッチ状態。さあ最後はコンドルダイブで相打ち取って1対1ファイナルラウンド。さあこんな対戦そうそう見られません。中継頭突き、さあここに来てベンダがリードを取る、うわー着頭突き、さあワンチャン来たか、うわー鬼無双フルヒット、勝ったのはベンダ。ということでベンダさんが決勝進出決定、おめでとうございます。じゃあおまけがてらの三決を一先で一先で、はい、すいません、三決やるって今日言ってしまったんで、まあ、せっかくなんで一試合やりましょう。で、ザキ戦対ミノモ君お願いします。ちょっと待ってください、はい、じゃあ3位決定戦、予定はありませんでしたがせっかくなんでやりましょう。はい、では、一先になります、一発勝負です、よろしくお願いします。ここ勝てばブログに名前が載ります、頑張ってください。さあ一発勝負の3位決定戦、さあ緊張感あふれる試合パート2。さあスピンドライブが入って、さあコンドルダイブ刺さってまだ分からない、クーリガンとコンドルダイブがうまく噛み合って位置が変わって仕切り直しからのキャノンスパイク。さあまず1本取ったのは 2P ミノムくんキャミ。さあ3位にリーチをかけたのはキャミ、クーリガン
綺麗に決まってコントロールダイブ、ジャンプジャックピーからさあトマホークは引っかからずコントロールダイブ、キャノンスパイク入ってコンドル、あ、トマホークで切り返してスクリュー出なかった、まあ、むしろこれ仕込んでて、投げれなかったのでって感じですね。しかも多分話し入力か、話し入力ですかね、かなり技も漏れてなかったので、さあかなり精度が上がっているザクセンストーク、相打ちバックナックルとダイブの相打ちって俺初めて見たかも。さあからの大群、これでリーチ、さあ勝負をかけた、かっ飛んでいったか当たらず、中継リーチ、キャノンスパイク入って中継、キャノンスパイクからキャノンスパイク使って、なんだなんだ、あいろいろあった、言葉にするとちょっと長くなりそうな展開でしたけど、いろいろあって勝ったのはザクセン T ホークということで、3位はザクセンさんです。おめでとうございます。いろいろありました、あえて語らず。はい、じゃあ両地対、ベンダー千秋楽優勝決定戦、はい、では準備できましたので始めてください。はい、では千秋楽対決千秋楽初顔合わせ今日初顔合わせということで、F1 だと最近よく見るようになったこの、相撲対決、さあなんか相撲ゲームでやってもいいレベルの対決です。さあこの職人が集った決勝戦、頭突き頭突き、相撲っぽく実況できないからな、エクスはさすがに。はっけよい、残った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 とか、なんか残ったしか言うことないですね。さあということで、まずはベンダホンダが、一本選手開幕頭突きで相打ち。さあこの相撲に、相撲の実況にあるまじく頭突きという言葉そうそうありません。さあ張り手とその他もろもろですね、大一丁からの、さあピヨったのは、さあ両次ホンダ、これで一気にまずはベンダホンダが一試合先週、これでリーチ、さあこれでベンダさんリーチ。この対決結構もつれるイメージあるんですよね。さあ相撲らしく手に汗握るいい勝負になるのか。さあまずリードしたのは開幕ワンピー両次ホンダ、しかし相打ちで地味に体力が少しずつ追いついてきている、これで体力逆転、百裂百裂、張り手の応酬、半分相撲というかプロレスというか、さあこれは俵投げ、引っ張り投げですね、一応引っ張り投げで安定を取ったところというところ。さあこれでリーチがかかったベンダイドモンド本田、ズンジャク頭突き、ジャクが一番無敵が長い。さあからの鬼無双、まだわからん、ジャク裂安定取る、うわージャク頭突き、じゃあるかあるのか、うわー精度が高い。ということで完璧ですね今日全てにおいて今日完璧ですね。はい、ということで本日の、スーパーストリートファイター2、4月の、大会は優勝ベンダ・エドモンド・ホンダです。おめでとうございます。
完全優勝ということで、あ、そうです、僕が つけました1回いや、それはどうでもいいんですけどということで、本日の X 大会は以上で終了となります。皆さんご参加ありがとうございました。来月も最後の週、来週ちょっと、あ、来週だ、5月の、最後の週の土曜日なんですけど、時間の方が、9時半とちょっとだけ遅めになっております。まあ、今日もぶっちゃけあのプリンターのエラーでエラーがちょっと加圧しまくって、実際9時半に始まったんで、まあ、大体今日の時間に集まっていただければと思います。ぜひとも来月の大会もご参加よろしくお願いいたします。予定表はちょっとまだ4月のままなんですけど、ちょっとトイレと入り口だけあの5月張ってるんで、最後あの入り口の方に、あのご確認できますのでよろしくお願いいたします。あと毎週水曜日、フリープレイ7時から11時まで、毎週やっておりますので、こちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。では以上をもちまして、本日のスーパーストリートファイターズ X 月齢大会終了となります。お疲れ様でした。あとごめんなさい、参加し終わったんだ、ちょっと待ってください。そうだった。はい、じゃあすいません、設定の方は戻りましたんでね、あと対戦の方、どんどん許す限りお願いいたします。あと今日大会参加した人ちょっとだけ待ってください。あの参加し終わるんで、まだあの帰らないで、遊んでいく人は全然 OK です。帰る人はちょっとだけ、5分だけちょっと待ってください。参加し終わります。
じゃあ X ですね、1台増えて今対戦台3台になりましたんで、ぜひぜひ、対戦していってください。
Round 2, fight!
Thank you.
Ugh!
Fight!
はい。